どうも、マサタイです。今日はフェイトグランドオーダーの星晶石がまた40個溜まったということで10回召喚します。今回回すピックアップ召喚はですね、キャメロットピックアップ召喚です。ついに円卓の騎士のお話が来ましたね。僕もね、今ストーリー進行中です。まさか円卓の騎士がね、敵になるとは思いませんでしたよ。というわけで今回はね、ストーリーにもなっているキャメロットの話の、キャラクターたちが出やすいキャメロットピックアップ召喚をしたいと思います。まあ残念ながら今回のこのキャメロットピックアップ召喚はですね、円卓の騎士は一人しかね、ピックアップされてないんですね。セイバーのランスロットなんですけど、バーサーカーではない方のね、ランスロットです。ベディビエールとかね、他のガウェインとかがね、多分次のピックアップ召喚でね、出てくると思うんですけど、今回まだね、採用されてないというね、ちょっと残念なパターンですね。それでは早速ピックアップ召喚、10回召喚したいと思います。果たしていいサーバントは出てくるのか、ま、出てこないのか、フェイト、グランドオーダーだよね。それでは早速ね、ポチッといきましょう。おお、キン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 、おお、来たぞ、やーべ、来たー。お、激辛麻婆豆腐来た、ことみねの、お、マイヤさん、マイヤさんも来た、やったー。はい、というわけで今回見事やりましたー。満足です。久しぶりに当たりが来ました。半年ぶりの当たりだ。ありがとうございます。狂ってないバーサーカーじゃなくてありがとうございます。あとね、マイヤさんの装備カードが手に入ったんでね、よかったです。マイヤ、サーバントセイバーランスロット参上いたしました。ひとときではありますが、我が剣をマスターに捧げましょう。というわけで今回のキャメロットピックアップ召喚成功です。まさかセイバーのランスロットが出るとは思わなかった。これでまた一つ円卓デッキパーティーの道が進んだ。果たして次はどんなサーバントと出会えるんだろう。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。